すぎてるってことだね、牛が。うん、でもすごい、さっきね、ちょっとコリ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 が小さくなってたので、そろそろ大丈夫かなと思ったんですけど、まだ痛かったですね。そうですね。はい。そこだけ突出してる感じの盛り上がり方がしてて、もうネギワですしね、ちょっと痛みが強く出やすかったですね。すみません。ああ、でも人間してて今、そうね。やわらぐ意味が分かった。ちょっと優しい。あ、すいません。弱ってんだよね。はい、すいません。すごい腰が弱ってるのが分かる。温めましょうか。もうそれだけでね、おーって、あ、痛みじゃなくてね。もうかなりだんだんこう赤みもさしてきて、流れも良くなってきてますね。ようやく気持ちよさがあって、
まあ、こちらではこういう感じですね。強くないですかね。はい、大丈夫。この辺ですよね。そう、すごいでも気持ちいい、もう和らぐ感じがわかる。足が楽になる。より緩んでますね。緩んだ、うん、やっぱこうちょっと足、すいません、大丈夫ですか。でも大丈夫、気持ちいい、うん、ギリギリやった、ギリギリ。ちょっとやっぱ微妙なところなんですね。でもまあまあ、うん、トト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 ト、そこが、うん、ママが今日気持ちいい、今がちょうどいいです。ありがとう。はい、持ってね。取って、おっと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 、辛いですかね。うん、とっとっとっと、わっ、待って、ちょっと動かないで、まみちゃん。どこだ、取ってきた。次どこに、今微妙なとこやってるから、まみちゃん動かないでくれ。うん、うん、近い近い、うまちゃんあるか、うさちゃんだけでいい、うまちゃん待ってるじゃん、待ってるよね。ちょっとギリギリかな、うん、聞くけども、うん、うん、それもね、この辺がね、でももうすごく効いた、うん、今ので楽に、うん、ここがね、硬さが残ってますね。うん、気持ちいい、剥がれた感じ。そうですね、ちょっと足動かしながらやりたいんですけど、まあやらない方がいいですもんね。あ、どれぐらい動かす？ちょっとね、ここを膝をちょっと浮かしたいというか。ほうほう、ちょっと待ってね。うん、上げられます？ちょっと微妙。ここ、こういう感じですね。はあ、はあ、こういうこと。どうですか？まだ大丈夫。こういうことですね。ほうほうほう。うん、大丈夫。緩んだから。うん、楽に
できます。ちょっとおつらいですかね、これで、うん、今の体勢が、うん、はいはい、本当はちょっと、まあ、開くというか、要はここをね、あの緩ませたいんですよね、近づけることによって、こういうこと、まあ、これはできる、大丈夫、そう、そうですね、緩みますよね、こっちの方が、うん、で連動させる方が入るんで、うん、入る入る入る、うん、でこういう感じでやって、辛くなければこの方が早く緩むんですよ。あ、これがいい、これがいい、うん、はい、やっぱちょっとね、うん、まだちょっと緊張しちゃいますかね。だけど、いや、まあこっちのまあ効率がいいというか、うん、分かる分かる、効き目も高いし、うん、あ、いいです、いいです、すごい、うん、大丈夫、そうですかね、うん、はい、そこは曲げれる、うん、大丈夫、うん、ただ押してるだけだとやっぱ時間かかっちゃうんで、うん、ちょっとこう動き付けと一緒に、ただ自分でやらないでほしいんですよね、なるべくてもらって、はい、抜けれてないかな、うん、そうですね、浮いてきちゃいますね。あ、そうか、うん、浮くようにしよう、うん、息ハーッとしてもらうか。